はい、キャンドゥで購入したアルコールストーブ、一緒にこのブリキ缶を買いまして、インテリアポットですね。ちょうどあれにいいなと思ったので、マジックで下書きをして、薄いブリキなので簡単に手の粉で切ることができました。こんな感じです。で、メンディングテープを貼ったら、等間隔の穴を開けて、ぐりぐりとリーマーで大きくしてやると、専用スタンドの完成です。ステンレス板2枚で五徳を作ってます。ということで、今回はですね、アルスト縛りで1日3食食べてみようという、思いつきの企画になります。で、早速なんですが、朝ごはんですね。で、実はまだ朝のですね、5時前なんですけど、ちょっと目が覚めて、外がもう明るいものですから、何か食べようと思ってですね、で、ご飯と味噌汁でいいんですけど、せっかくなのでちょっとパンケーキにしてみようかなと、そんなことを考えながらですね、カメラを回しました。で、パンケーキは以前のメスティンとかでも何度もやってるんですけど、ポイントはですね、汚れ物をどうやって出さないかなんですね。よくあるのはなんかボウルとかで粉と水を混ぜてとかあるんですけど、それするとですね、いきなり汚れ物が出ちゃうので、なるべく出さないように、実際に調理に使うクッカーにこのようにアルミ箔を敷いて、そこで粉も水も全て混ぜていこうという考えです。これでうまくいけば、楽ですね。メスティンでも過去に何度もやってますので、メスティンでやる分にはですね、容量が分かってるんですけど、今回はアルストということで、やっぱ丸い熱源なので、この丸いアルミのクッカーを使ってみようと思います。これ EPI っていうところのですね、なんか4点セットで1500円ぐらいのアルミクッカーなんです。なんかアマゾンではなんか最近品切れしてるみたいなんですけど、シェラカップのリッドがぴったりなので、とても便利です。で、粉と水を混ぜたら、こんな風に、上にもですね、アルミ箔で覆った上で、蓋をするという感じです。で、今回アルコールはちょっと量が分かんなかったので、米の時と同じ 30cc 使ってみました。この辺りは完全に手探りなので、いいか悪いか分かんないですね。朝ごはんはこの、パンケーキと決めましたので、これが失敗すれば、朝飯抜きになってしまうという、ちょっとリスキーなんですけど、そんな感じで取り組んでおります。では早速着火していきましょう。アルコールストーブはですね、キャンドゥのものなんですけど、興味を持ってちょっと初めて使いたいなという方は注意事項を概要欄に書いてますので、ご一読ください。使い方によっては少し危険なものなので、これは注意が必要です。私の場合はちょっとカスタマイズしてますので、こんな風に穴も 4.5mm 径に拡大してまして、少しこう燃え方が買ったものとは違うと思います。炎の美しさとかですね、ちょっとこう見てて楽しさとか、アルコールストーブの場合、単なる熱源というよりはですね、そういったことをちょっと求めるようなところが私の場合はありますので、そういうのも含めて確保をしております。一番は安全確保ですけどね。で、今回パンケーキなので、当然コーヒーも飲みたいということで、2バーナーにします。右側の方は、これもアマゾンの格安のポケットストーブですね。そこにセリアのクリーム缶をアルスト化したものを使ってやります。アルスト化って言っても、スチールウールとステンレスの網をかぶせただけなので、こちらは単純です。逆に言うと副質とかないので、危険も少ないので、そういう意味ではいいですね。同じアルストでも、比較すると全然違うんですけど、比較して改めて思ったのはですね、やっぱりキャンドゥのアルストは火力が強いですね。
これはもう強火ですね、ずっと。そういう印象です。そうなるとですね、パンケーキがちょっと焼けつけないかな、焼きすぎないかなと、ちょっと気になってきたんですけどね。こうなってしまうと、あとは、もうやってみるしかないですね。で、お湯を沸かすのはセリアの手つきボウル。こちらもシェラカップリッドがぴったり、なので、便利に使ってます。最近はですね、こういう100均グッズで何かこう日常的に使うキャンプ道具ってほぼ揃うようになりましたので、なんか本当にありがたいですね。以前持ってたようなものはですね、クッカーでも5000円とか1万円とかそういうものだったんですけど、もうほぼ使わなくなりましたね。ちょっと断捨離してですね、オークションに出したりしてるんですけど、もう多分私の場合は100均グッズで十分事足りるなというふうに本当に思ってます。アルコールストーブについては、ブリキ缶のこういうスタンドつけたことで輻射熱があってきて、熱がですね、すべてクッカーに行くので、一層ですね、効率はいいんですね。ただその分ちょっと夏の場合は暑すぎるんじゃないかなと、弱火とかに今できないので、途中消火もできればやめてほしいという注意事項に沿ってますので、ちょっと心配でですね、一回パンケーキは火から開けました。木の上に置いてますけど、これうちは端材がいっぱいあって焦がしていい木なので、こんな風に、アルコールストーブから外したクッカーをすぐ木に置いてますけど、通常これやっちゃうと多分木が焦げますのでね、新しいまな板とかだとショックだと思うので、避けてください。お湯も沸きましたので、コーヒーを入れていきます。アルコール 30cc ほど今回入れたんですけど、やっぱちょっと多いですね。20cc でも十分ですね、おそらく。そんな気がしました。現状、キャンドゥのアルストを弱火にしたり、途中で消したりという、安全な方法を私がまだわからないので、もう一回火をつけたら消えるまで、燃料尽きるまで燃やすしかないんですけど、ちょっと中身が心配ですね。ホットケーキ、パンケーキどうなってますかね。ちょっと中覗いてみたいです。そうです。アルミ箔で覆ってたので、どっちにしても見えないんですね。もうこれはあれですね、やってみるしかないですね。メスティンの時は下ばっかり炎が当たると焦げちゃうのが嫌なので、ひっくり返して焼いてたり、メスティンだと炭をですね、蓋の上に置いて、ダッチオーブンみたいな感じで加熱したりもしてたんですけど、今回アルストなので炭は使ってないので、ちょっとこうひっくり返してみて、上からも熱を当ててみようということで、今こんな風にやってます。コーヒーが入りました。朝のコーヒーはいいですね。これステンレスメッシュという、なんかちょっと金属のメッシュでできたキャプテンスタッグのフィルターです。結構便利ですね。汚れ物が一つ減ります。はい、ちょっとわずかに焦げたような匂いがしたので、慌てて火から下ろしたんですけど、シェラカップのリッドはステンレスで熱いので、ちょっと木の上に置くと本当にやばいので、ごとくを探して場所を変えてます。アルミとステンレスでですね、熱のこう持ち方とか、なんていうんですかね、その伝導率が全然違いますので、そのあたりは慣れていくと上手に調整できるように思います。ではパンケーキ、ちょっと、どんな感じなのか、今日の朝ごはんなんですけど、様子を見ようと思います。
ちょっとですね、なんか嫌な予感ですね。これはどうかなと。もうちょっとこのまま撮影をやめたいような気がしてきました。ということでですね、やってしまいましたね。難しいですね。これ固形燃料とかメスティンとかだともう絶対やらないような、これ燃えてますよね、ほぼ。ああ、今回やっぱり初めて、この丸型のクッカーでやったので、容量が分かんないですね。これ得意げに人前でやったりしたらえらいことですね。何を焼いたんだっていう。これはですね、ひどいですね。ちょっとですね、残念でならんのですけどね、今日の大事な朝ごはんだったので。まあ、ちょっといろいろと、思う部分はありましたね。まあですね、炎が強いんですよね。私が思ってた以上に、高火力なので、そういう意味で言うとですね、どうやればこのアルストで、ちょっと火力調整ができるのか。トランギアとかの場合はですね、蓋をちょっと閉めればいいだけなんですけど、キャンドゥのアルストの場合、そういう機構にはなってないしですね。途中で消すこともちょっとままならなかったので、まあ、そのあたりがですね、今回反省ですね。まあ、久しぶりにこんな思いをしましたね。これ朝のですね、多分5時半か6時前だと思うんですけど、いやー、悲しかったですね。まあ、アルスト縛りでやるって決めましたので、今日はこのまま行きたいと思います。ちょっと変な動画になってしまったので、不愉快な思いをしたらすいません。もし良ければチャンネル登録をお願いします。